こんんばはこんばんは,んは,んはたくさんこんばんはえなんかわかんないけどなんかありがとうございますギフト太鼓みたいなギフト。 太鼓みたいなギフト、ありがとうございます。こんばんは。おつにじ。星ありがとうございます。ギフト。星とタコもありがとうございます。赤いタコバラも音符もハートもたくさんありがとうございます。たくさん。こんばんは。ハート三つのやつありがとうございます。こんばんは。たくさん可愛い,いギフトもありがとうございます。 ハートもたくさん太鼓小槌ありがとうございますお出かけするので安定だけこんばんはこんばんはこんばんはけおみギフトもありがとうございますありがとうございますそう寒くて最近雪降った式の名古屋雪降りましたこっちはハッタありがとうございますたくさんけおみギフトもけおみギフトハートもたくさんレッスン頑張ってます 頑張ってますハートありがとうございますたくさん <laughs> クマありがとうございます弓持ってるクマありがとうございますクマハートもありがとうございます今年をやっくれてありがとうございます確かになんか今年もあんまり配信できてないから今年になってからまだ二回目とかかな三回目とかです 言うてまだ今年になって全然できてないので小槌のギフトありがとうございます開運ギフトもありがとうございます中吉ありがとうございますハートも小槌もありがとうございますえそう返信をこまめにしてるよってあの見てますちゃんと返信も見てます 久しぶりだって思いながら返信がそう来たのが久しぶりって思って久しぶりに返信来たって思って楽しみながら見てます返信も本当にあきおめありがとうございますギフトハート3つのやつもハンマー赤と黄色と紫と緑と青のギフトだるまありがとうございますだるま 扇子も秋嫁ギフトも拍手もありがとうございます小ルーム久しぶりだったかもしれないおとといやったっけでも一人でこうやってるのは久しぶりかもしれない小槌ありがとうございます秋嫁ギフトも秋嫁ギフトたくさん小槌も雪降った昨日夜すぐ夜すぐやんだっぽいけど降ってました昨日 明けありがとうございますたくさん明けおめおめでとうギストありがとうございます初めて見たありがとうございます一生懸命頑張ってほんとにえらい頑張ってますほんとにいろいろレッスンとかもほんとに頑張んないといけないので優愛ちゃん何やばいって何何何何え筋肉痛やばいほんとに やばいです筋肉痛昨日は本当に朝から夜までレッスンって感じだったので結構やばかったみんなメールの返信でもみんな言ってたっぽいけど筋肉痛の筋肉をほぐさないといけないので小槌ありがとうございます小槌星ありがとうございますたくさんおつにじ 笑顔可愛いありがとうございますハートもありがとうございますたくさんギフトおめでとうギフトもありがとうございます小槌ギフトもありがとうございますあそうお正月返信がねでも結構みんなお正月はね帰ったりとかしてたっぽくて帰省したりとかしてたっぽくて意外と返信は少なかったかもしんない小槌ありがとうございますえメール返信待ってます 見見ままますすすよ毎日て星ありがとうございますそうこの前は3人カキレナとココハとしてたんですけど、あのー、あの3人のメンツが意外と面白いってことが分かってあの3人のキャラも全員違うしさ意外とみんなのあの3人で話すと意外とみんなの気が合うってことが分かって面白かったです。 星ありがとうございます小槌もえ本当に名古屋はあんまり寒く感じないそこまでおつにじエミアビームのカンガルー見てました今さっきまで小槌ありがとうございますギフトハートもありがとうございます毎日変身してる見てます変身見てますよいつも おつにじえ、そたけのこすすめたって言われたたけのこすすめられたかけるなにでもうちは絶対にきのこ派だからたけのこはねちょっとねえでも最近かけるなはサクサクパンダだっけにハマってるらしいですハートありがとうございますたくさんえなんか なんかすごおっきいセサーありがとうございます赤と金のセサーありがとうございますハートもありがとうございますたくさんえー、夜中のだよね夜勤だもんね夜中の2時頃外で絶対寒い夜のお仕事は絶対寒いえ三3日以来えやばくない久しぶりすぎて配信 一人でするのすいません久しぶりで <laughs> 今年も元気かわいくコメをしますありがとうございます頑張りますうちもハートありがとうございますおつにじえっあ <laughs> んずさんのブログに昨日字が載ってたんですけど見ましたか皆さんちょっと自分でもびっくりしたんですけど見ましたか皆さんえ今日ブログ 今日ブログですハトありがとうございます開運ギフトありがとうございます中吉ゴゴミの頭はやばいなんでなんでなんでおつにじあココはありがとうございますあココはココアありがとうございます明けめ明けめ星ありがとうございますギフト いや、面白かったでしょ。なんかあの3人意外と面白くて。意外と面白いことが分かったんですよね。分かったんですよね。小槌ありがとうございます。あけおめ。ギフトもありがとうございます。え、猫みあの夕方のメール見ました。みんな猫うまい本当に本当に。ハートありがとうございます。たくさんコメントが飛んでっちゃった。 あとありがとうございます小槌も小槌ありがとうございますえそうあの長野本当に寒いからやばいですここみーのメールもめっちゃおすすめ嬉しいですなんかどんな内容がいいのかなってめっちゃ悩みながら書いてるんだけどいつも悩みながら書いてます え全然返信嬉しいですまとめて返信しちゃってごめんね全然嬉しいですハートありがとうございますえカンガールー歌いたいけど声が低いんだよねうち <laughs> ハートありがとうございます星も ありがとうございますねサクスーパンで美味しいよねうちもめっちゃ好き、うんすいません星ありがとうございますえちょっと待ってコメントがコメントがコメントがとうとうギースターありがとうございます初見さんおつにじえ前髪は 七十です。小槌ありがとうございます。ハートギフトもありがとうございます。え、ハンズさんが載せてくれました。ブログ見ました。え、そろそろショット載ってました。うち、びっくりした。あ,ありがとうございます。え、でも、アンズさんはね、結構最近は。あの。 会うことがいかもしれない最近はっていうか普通かなでもうん最近は忘れ違ったりは結構してました小槌ちゃんありがとうございますおつにじえー、全然大丈夫全然大丈夫逆にツインテールじゃなくてごめんって感じだけどまたやります絶対に公民のファンでよ本当に先生ありがとうございます可愛い,いギフトもハートも。 まさかのつね本当に思ったのあの写真撮ろうって言われてあ撮りましょうって言ってあのまさかの一人でびっくりしたカメラを向けられてびっくりしたまさかの一人って思って小槌ありがとうございます虹虹ギフトも虹ギフトありがとうございます <laughs> ママがあの猫の 書いたやつを写真で撮ってくれてたっぽくて、でもびっくりした。まあ、世代がね、スマホがある時代に生まれたからびっくり。グッドありがとうございます。ハートもありがとうございます。えおはにじいいよね。うちも最近使ってます。おはにじ。ハートありがとうございます。たくさん小槌もハートもたくさん。えそうツーショットも書いてくれてました。 今度は撮ろうねみたいな感じで嬉しいです嬉しいですハートありがとうございます秋めゲストもめ,ちょっとめっちゃうちさ読むの遅くない青のだるまありがとうございますセンスもえそうメールでカエルの絵送ったんですけど見ましたかカエルのハートありがとうございます緑のだるまもハートもたくさん 鏡餅もありがとうございますバラも星もたくさんでも内容めっちゃこうよかったよかったなら楽しみに待ってくれてる方も多いっぽいので音符ありがとうございます小判もアイスもたくさんコメント遅いかな <laughs> コメントがハートと星ありがとうございますおめでとうギフトもハートもありがとうございます 小槌もここら辺からかなにじにじのギフトって言ってるんですよみんなにじにじのギフトって言ってくれるのでココミンのギフトって言ってくれるのでにじにじギフトって言ってます小槌ちありがとうございますハートも嬉しい何の髪型してもかわいいんかさ何の髪型しようかなって最近悩んで結局ストレートになっちゃうんだけど何かありますかリクエストとか ハートありがとうございますセンスもおはようございます寝ててくるの遅れました星ありがとうございます明け読みギフトもありがとうございます今日ブログですブログ星ありがとうございます鏡餅も明け読みギフトも星もハートありがとうございます 違っったしっとり感なんかさ同期といるとやっぱり話がさ弾んでくじゃん一人で話してる感じじゃないじゃんなんか隣にからも話の話題が降ってきたりするからある意味すごい話したある意味っていうか話した配信になったすごい「音じカエル上手にかけててよかった」急に送っちゃったんですけど 星と可愛いいありがとうございますハートもバラもカエルの絵に「お休み」って書いてあって感動本当に感動良かった感動したならよかったです久しぶりに書いたしね本当に久しぶりに書きましたセンスありがとうございます え毎朝おはようメールを見てから出勤してます嬉しいなんかさみんな見るのがルーティーンってとかになってるって言ってくれてるので嬉しいですココミのメールを見るのがルーティーンって書いてくれたりとか明けおめありがとうございます小槌もたくさんこんばんはこんばんは ハートもあありりががととううごござざいいまますす星たくさんサイドポニーいいよねサイドポニー個人的にすごい好きでしたいなって思うハートありがとうございますツインテールに1票おつにじこんばんは皆さんリンゴヘアいいよねあれいいよねうちあれさしてみたいって思う この前流れてきてさ YouTube でしてみたいなって思ってストレートストレートにかわいいそれにしてもお休みえっうれしいあれほんとに緊張した今でも思い出すだけで緊張するぐらいだからほんとに緊張しましたアップいいよねおろしてばっかだからな最近 最近イニャンはポニーテール配信だね久しぶりですメールの返信でも合ってるけど生きてますよよかった生きてますよかった本当にメールの返信でもね 生存確認をしてくれるので嬉しいです、メールの返信も元気もらえるので低めのツインテールこんばんは、ハッありがとうございます星もたくさんハートもそう、カエルはオーディションの時よく書いてましためっちゃ書いてたカエルに関してはハッタありがとうございます初のトーク会は、花な,なんとやったっけ どとえサータンいたよねえなんかサータンってやった記憶があるんだけどなサータンいたよねハートありがとうございます最下位はおもこごみんが初嬉しいありがとうございますガチタン押しありがとうございます嬉しいですみんな応募しましたか五番もありがとうございます そうサイドポニーは本当に一番似合うって自分の中で思ってるからサイドポニーはサイドポニーが本当に自分って感じ目わかんないどうなんだろうしたいけどないろんな髪型小槌結婚してありがとうございます髪もさぼさはやばいあの寝起き本当にやばくて髪の毛の寝癖が。 ちょっと直さないとやばいと思うあのどうしても寝癖がつくんだよね起きると本当に結構ひどい小づちゃんありがとうございます星もハートも両耳出しもいいよねでもねもう片耳がけのあれが印象が強くてさ お元気そうで何よりです。な何よりです本当にそう。本当とに。星ありがとうございます。応募してありがとうございます。ありがとうございます。あ <laughs> けおめもありがとうございます。小槌も応募しました。ありがとうございます。嬉しい。あけおめもありがとうございます。だよね、サータンだよね。サータンと。 なんでした1日目の方が緊張したな個人的にうちの名前の由来はなんか虹のようにいろんな色で輝いてほしいみたいな七色七色なんか輝いてほしいみたいな感じでした ハーフツインいいよねハーフツインしたいなあ明嫁ありがとうございますハートもサインだけですけど全然嬉しいですありがとうございます応募ハートもだよね片耳がけって感じするよねだよねなんかさ髪の毛を縛ると JC 感が増すんだよね えおでこ出しもしたいんだよ、ね、なんか最近前髪なしにしたい欲が出てきちゃって困ってますこんばんはえエマカばにつけてありがとうございます健康第一のエマありがとうございます見てみたいどういう感じか初 <laughs> 々ういういしかった本当にね本当にそうだった「こんばんに時」 そうはな,なんはねずっとコ見んの腕組んでました本当にねお姉ちゃんって感じはななに関してはそうですね学校も始まりますね素敵な由来です小土ちゃんありがとうございます明けおめギフトも <laughs> 本当にどんな髪型でもガチ可愛いこ子供の前でもカキレナもさ めっちゃうちのこと褒めてくれて。嬉しい。めっちゃ褒めてくれるんだよね。なんか異常に褒めてくれます。ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。サータンは。え、なんかさ、サータンって同い年って言われたら、同い年にも感じるし。 年上って言われたら年上にも感じるし同い年って感じが強いサータンは小槌ありがとうございます小槌小槌小小おんま眉いいよねおんま眉やりたいな今もおんま眉気味だけど明けめありがとうございます <laughs> メスあの髪の毛を下ろすと本当に いんですよ髪の毛を髪の毛厚くてストレートおろしっぱなしだとすごいお嫁ありがとうございますハートもありがとうございます星もありがとうございます南沢はこっちゃんはあのこっちゃんは多分一日に一回はあのメールで。 やりとりしてるぐらい本当に話してます。こっちゃんは本当にめちゃくちゃ話してる。一日に一通はメールするってぐらい結構話してます。ハートありがとうございます。鼻タバも南相まって呼んでない南相まって呼んでないこっちゃん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 。 こっちゃん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 ハートありがとうございますおつにちこんばんはえあのこっちゃんほんとに面白いなんかこの前年末年始のことをなんか年末思念って言っててなんかマネージャーさんと3人こっちゃんとマネージャーさんとうちで話してたんだけどなんか年末年始家帰ったみたいな話をしてたのマネージャーさんと。 年年末年始家帰ったみたいな話をしてる時にこっちゃんが「えっそういえば?」みたいなその多分こっちゃんは年末年始はあのおばあちゃんの家に行ってましたっていうのを多分言おうとしてたかななんかおばあちゃんの家に行ってたのかわか,か,かんないけどなんか年末年始はどっかに行ってましたみたいなことを言ってたのなんかこっちゃんが早口で話したのその時なんかこっちゃんは年末年始のことを 年末思念って言い出してなんか何回も年末思念って言ってて焦っててね話すのにでもなんかあの何回も年末思念って言っててめっちゃうち一人でツボっててめっちゃ面白かったなんか天然だよね絶対にあのビブスのこともギブスビブスも武器ずって言ったりとかするしちょっとね 天然だと思う可愛い,いありがとうございますハートもありがとうございます初見さんハートありがとうございます星もめやばいよね年末しね明けもありがとうございますゆわにゃの通称なんだろう何の服着てたどんな感じだった二人とも どんなやつだったみんなみんなじゃなくてうちといわにゃんええ本当に12期でナンバーワンだね嬉しい本当に <laughs> やばいよね絶対なんか天然だよねこっちゃんってなんか話してても天然がすごいもしありがとうございます 本当だねフォロワー3000人間もなくですねありがとうございます皆さんたくさん応援とかありがとうございますフォローもあきおめありがとうございますギフトおつにじあおめでとうギフトありがとうございますうん贈 <laughs> ろうとしている服届いたのでえー、嬉しいありがとうございます嬉しい 楽しみに待ってますありがとうございますマフラーもくれた方もいたので嬉しいです最近手紙もね感動するのであウサギだよねこっちゃん本当にウサギのイメージしかないウサギになってえな何だろうそれえ何それ,何,のそれ何それ何それウサギって何 え、何だろうえ、何だろうあわかったあれはトーク会の日ですねすっごい前なんだけどあの、トーク会の時に撮ったやつですバラありがとうございます グーポーズ ほしいます星あのねあのねあのねあの写真ね岩にあったのやつあれすっぴんなんだよね多分すっぴんだった気がする2人ともなんか何のポーズあるんだろう 名古屋はちょっとずつですね本当にちょっとずつ慣れてってるんですけど本当に今は慣れてます普通に頑張ってますね明代目由紀ありがとうございます研究成功に楽しみです頑張ります頑張ります星ありがとうございますいや全然加工です本当に加工です加工です いつ見てもやばいくらいに可愛い、ありがとうございます。いつも。十九時三十九分です。あとちょっとです。なんか両方のすとさ。顔が大きく見える。なんだろうね、この現象。多分うちだけなんだよね。 地下鉄は。地下鉄は。地下鉄はちょっとまだむずいです。電車はむずい。本当に。ねね、大須さん。大須商店街、まだ人多いよね。本当にそう。こんばんは。八時半からです。 ココハもねやってたラジオココハやってましたけど見ました聞きましたか今日は夕ご飯は食べ終わりました今日はちょっとアイラインが羽気味です 小槌ありがとうございます。こんばんは。ねえ、だよね、片耳がけの安心感やばくない。こんばんは、こんばんは、猫ポーズがちかわ、ありがとうございます。こんばんは、おつにじ。可愛い、ありがとうございます。なんか杏樹さん、このポーズさん、してるのよく見る。 でもね、地下鉄はほんとに人多いしなんか独特な匂いがする <laughs> ここみよしありがとうございます狼とプライドめちゃ似合いそうえなんかさ何が似合いそううちに制服の目みんな何が似合いそう通勤ラッシュのえなんか 何回かある何回かありますえ可愛い系なのかな意外とえかわいい系なのかな意外と雰囲気は可愛い系じゃない気がするうちでも嬉しいおつにじこんばんはオオカミとプライドえっ、ー、ほに枯葉のステーション いやでもなえー、おめでとうありがとうございますギフトありがとうございますハートもえ可愛いきのイメージだった本当に嘘オオカミとプライドハートと星ありがとうございますやっぱオオカミとプライドが多いのかな 感動して泣くはやばいっこみんかわいい系もかっこいい系もええー、本当に嬉しいですチェックの最初かわいいよねあれは好きですめちゃくちゃえとリップを今日リップ違うんですよ トリップ違いますいつもとあと唇をこうやってやると血色感が増すんですよね第六巻こんばんわんここんばんは,んんばんはおつにじええー、本当に ジェシーを感じる不思議感 <laughs> 不思議感意外と思い出以上いけそうおうあベレーボンかわいいよねかわいいよねー <laughs> なんかさ結局さなんか全部じゃない今出てんの全部出たんじゃない 全部出た出たんじゃない似合いそうなやつに長野雪きぞうあのお姉ちゃんが長野雪降ってるよって言ってくれてびっくりしたえ全部似合うほんとにほんとに知気分モーニング娘。モーニング娘。 口を滑らせる可能性が可能性がいくらでもありますからねそうだね全部嬉しいありがとうございますみそ出しの衣装もいいよね緊張するけどさ逆にそれもめちゃくちゃ長野 でもね、言ってましたね、めがハットありがとうございますスキボースキボーをね、してみたいなんか、友達やってたんですけどハットありがとうございますこんばんは、こんばんはこんばんは、初見さん、こんばんは 壇上を読まなきゃなおつにじし見さんスキーもいいよねちも食ーしたい天 <laughs> ちゃん見れば天ちゃんだしにじちゃん見ればじちゃんだし困ったら困るよねわかります気持ちは。 そうなんか一時期ずっとストリート系のファッションしかしてなかったんですけどあの受かってから変えました <laughs> 受かってから変えました服の服の系統を変えました受かってからちょっと変えてきましたねえスケボー絶対むずいよむずい見ててむずいもん おがめっちゃ可愛い衣装を見たからだよねうちもさかっこいい系の衣装も着てみたいかっこいい系も気になるよねえ買嗅いだ理由はあれですねえっと受かったのね <laughs> アイドルになったので、ちょっと可愛い系の服を着てみようかなって思って。え、多分夏になったら、また多分服の系統は戻ります。夏は戻りそうかな。ハートありがとうございます。小槌もありがとうございます。 y 2系ファッションです、系ファッションとか特にそこら辺でした y 2系ファッションとか着てましたねまあ両方つけてありがとうございます嬉しい夏が楽しみだほんとにうちもマッチで夏になってほしいです早くニットとほんとにそうへそ出しは 好きだったので自分的に十二期で服の好みが同じなのはユワニャンですユワニャンですユワニャンは多分合う気がする服の系統が 靴も集めてたんだ1、ね、いちいち時期集めてて Y2K です Y2K 足が痛いです足が痛いです足が痛いです今夜もか愛かったありがとうございますゆはにゃんとは合うんですよねやっぱりごめのききれありがとうございます 嬉しい読まなきゃなーうんあのケとも似てるんですよね岩にゃんと星ありがとうございます読みます星ありがとうございますハートも 十三位は。狼のかぶり物をかぶった方、ありがとうございます。かぶり物。十二位は。何もしたくない方、ありがとうございます。兎の方。十二位は眼鏡をかけた。カニの方、ありがとうございます。十位は。ルカさんの。ピンクの熊の方、ありがとうございます。リボンの。 目が乾燥九位は警察官の方ありがとうございます八位は緑のうさぎの方チューリップのありがとうございます七位は猫の鈴をつけた方ありがとうございます六位は石塚さんのアバターの方ありがとうございます五位は 紫の猫の方ありがとうございますハロウィン猫ありがとうございます四位はシナモンロールの方ありがとうございます三位はアンズさんののぶりをもった方ありがとうございます二位は歌舞伎の方ありがとうございます一位はサイリオムをもった男の子の方ありがとうございます ありがとうございますたくさんコメントもギフトもスニーカー集めてましたねあのコメントもギフトも来てくれた方もたくさんありがとうございますハートもたくさん初見さんもありがとうございますありがなす小槌ありがとうございます ちゃんは正解だったそうだね正解でしたね配信ありがとうこちらこそありがとうございます皆さんファイトギフトもありがとうございます頑張りますあくそカニハチ100日目です またありがとうございますまたやりますありがとうございますまた会いましょうサインも楽しみに 皆さんおやすバイバーイ。